いつもの峠の峠えー、っとねいつもと景色が違うと思いますけどねあのー、今日はあれなんですねちょっと買い物に来たんですけどね、えー、いつもの峠に来る予定はなかったんだけどちょうどねこのいつもの峠って北九州市の中というとですね戸畑区とです、ね、八幡区の境ぐらいにあるんですね。 で僕があの行きたかったのは戸端にあるね <laughs> えー、手巻えー、それをちょっとネットで気が付いたのでそこにね行ってみたいなと思って行ってみたんですけどねお休みでしたね <laughs> 日曜日にお休みってののコンビニって珍しいなと思ったんだけどまああのコンビニ風だけどコンビニ屋さんじゃなくて何ていうのかな 日用品雑貨取り扱店みたいなお店なのかもしれないですねちょうどここはねだからいつもの峠の峠のちあいのあるあの場所と違ってこう少し開けた場所ですねこれからこの目の前に見える山の方をね越えて山越えしていくとねあの僕の住んでる自宅のある小倉の方に行くんですよまああの ここから見るとそれほど竹林ああ向こうが竹林かみたいなものあるけどそんなに竹がねあるような感じはしないんですけどねこの辺はねたけのこの産地として有名ですねちなみにねあでもなんかねあの今日反対側からいつも来る道要は結局戸端側から来たのでね反対側から登ってきたんですけどねいつもの峠の方にね。 景色が違ってましたねなんかまるでねど,どこにいる感じだったかな熊本とかね阿蘇とかなんかあの辺のね道路を走ってるような感じしましたねちょうどねあの。いつも来ない方からね来るとねあの全然景色って違う印象っていうんですかね道自体もね通ってない道だともう初めてみたいな感じですね。 まあ,あの大体昔は何回か通ったことあるけどそんなにそっち側の道からね来ないからですねあのだから一応ね今日あれですよサイドパニアだけつけてきたんですねなんんんかタタババココ面白いねね手巻きがあれば買っって買い積でで帰ろうと思ったんです、ね、だから今日サイドパニアをね、えー、つけてきたんですけどまあいらなかったですけどねお店が休みだったのでねあの当てにしてたね。 はい。というわけで、なんか今日はね、なんかちょっとしたプチツーリングみたいになってしまいましたね。えー、といったわけで別段、今日もね、何 <laughs> かメインになるようなテーマになる重大なお話があるとかね、そういうことでは全然ないですね。なんとなく喋ってるいつもの峠のと本当雑談です。はい。といったところでね、えー、まああのー、 これから夏に向かってねあの観光シーズンにはなるんですけど、まあ、コロナ禍のど真ん中でね感染者も増えてるしオリンピックもどうなるか分からないという状態ですけど、まああのまあ、密にならないようにねバイクだったら他の人と基本的にこう接触しない場所で行くならあのあ今なんか鳥が浮いてきましたね何だろうこれこれ何でしょうね畑の中におりましたねあんまいいですけどね。<laughs> えー、ならないように、ね、気をつけて、ね、楽しくレジャー等を、ね、お楽しみくださいといったところでまだチャンネル登録済みだな容でしたらよろしくお願いいたします。ごご視聴どううもありがとうございました